コテネターチャンネル。皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて、今回はとつりカーニバルが豪雪のため決勝の来週への延期により急遽特別編成クリップをお届けします。まあよくあるテレビのお正月番組みたいなもので、11月くらいに新年おめでとうなんて、そんなクリップではなく、いろんな事情で週末にレベルアップが間に合ったので、これはとつりばっかやってると面白くないだろうなって思い編集しました。なのでとつりカーニバルの編成バトル撮り直し、急遽あ、このロボット忘れてたっていうわけでなく、急いでレベルアップさせなきゃってわけでもありませんから、誤解なく。どうでしょう、このベヒーモス、この後の2戦目ではっきりわかると思うけど、アンプ増幅はなしのダメージ、限定エディションなんで 5% はアップしてるけど、それだけで相当のダメージが入る。やっぱりラスト効果の40層、しかも10兵器ってことで結構すごいことになったかな。そしてモジュールはリペアを3個済みとして耐久性重視としました。これってもしかするとニュークリア1つでも一気に増幅マックスしそうなので、機会あれば進撃のベヒモスとしてクリップアップします。それでは結構ナレーションがお邪魔になりそうなんで、ここまで。ぜひ次の2戦目ではそこそこの展開ができたと思うので、タロン4スロットのラスト効果10兵器の圧倒感をお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。